やっていこうか、続き。で、ここの名前が、ブルカン山っていう名前らしい。ブルカン山の地下洞窟。こっち側に宝ってあんのかな、まあ、謎の石板4枚はめる場所があったけど、まあ、ノーヒントでも一応24通りのやり方で試せば多分開くとは思うんだけどさ、まあ、どっかでヒント教えてもらえるでしょ。まあそれまではとりあえず探索。はいはい、お宝があるけどその前に戦闘。エンカウントかな、激しいからな。2体ずつできてるな。カマルってやつとあのヘビ男。あれヘビあれだよね、背中からさ、そのなんつんだろうな、背中から生えてる感じあるよね。でお宝の中身何、魂爪の笛。これがこんなにあるってことは、多分ここで手に入れた前回のパートの終わり際で何個か装備品のようなものを手に入れてたと思うんだけど、多分呪われてると思うんだよな。やっぱお店で売られてるもの以外は信用しない方が基本的にいいと思うぜ、このゲーム。んで若干影王だっけ、あいつ影王が死にかけてるから一回回復入れるか。こっち側は何も道がないから、回復アイテム使うか久しぶりに。HP 回復するやつなんだっけ、赤のソーマみたいなやつなかったか。青のソーマ乾燥してるじゃん。あ、MP 回復なんだこれ。これそんな回復しないよな。あ、399、まあまあこんなもんか。はいはい、村あるな結構で、626。うん、ホイミとベホイミの間ぐらいの回復量なのかな今の感じだと。でもランダムでベホマぐらい1000以上回復することもあんのかな。ある程度ダメージ食らったあと、まあおじさんが今2300まで減ってるから、おじさんの最大 HP が3000ぐらいあったはずだから、おじさんの HP が1000切ったら赤の層までどんぐらい回復するか確認したいよね。で、ここが入り口側の方かな。まあ、多分全体を探したとは思うから、一旦、この穴からは、なんとかの洞窟からは抜け出て、精神じゃめっちゃレベル上がるな。なんか前回のパートでもレベル上がんなかったか。で、一旦出て、まあ、まずは外周からやっていく。今一瞬動きが止まったかと思ったけど、気のせい。やっぱ洞窟から出てしまえば、いつも通りの、いつも通りっていうのもあれだけど、こいつらだよね。ゾウムの足と、全魔力みたいな名前だったよな、この剣山画廊の介護官のやつ。まあ、ゾウマとか、全魔力の上位互換の敵と戦って、ああ、いいね、なんかオホーツク海っぽいよね。なんとなく、イメージ的に、北海道の雪の大地、プラス、海が見えてるからオホーツク海的な、なんかそういう意味合いで言ったんだけど、まあ実際こんな青くないしな、雪降ってたとしても。ロマサガ1みたいにさ、真っ白いマップとかにして、敵の名前とかの表示を青とか黄色にしても、それはそれで趣があると思うんだけど、橋渡って、この橋って前回も渡ったか。前回もちらっと橋渡った記憶はあるんだけど、それがこの橋なのかどうかは不明。めちゃくちゃ広いよね、ここの大陸。んで、いや、渡ったのかな、この針葉樹林帯を抜けて、なんかあるかなと思ったけど、なんもないか。でもなんかありそうな気はする。先端は細くなってるけど、岩礁があるから、その岩礁を乗り上げていけば、その先に何かがあるんじゃねえか。
で、マダラもレベルアップ。マダラも57レベルあんのか。57レベルあるくせに、HP 低いよね。はいはい、ホコラ。何のホコラだ？いや、また魔法親父か。本爆滅樹。もう覚えてんだよな。まあ、それをやるくらいだったら、もうちょっと、冒険のヒント的なものを教えてほしいよね。おー、なんか出てきた。いや、今、針葉樹林帯の部分を時計回りに、まあ、外周這うような感じで歩いてたら、なんか見つかったわ。今でも来るべき場所なのか、これは。いや、村とかが全然見えなくてさ、洞窟だったり、こういう、なんか神殿的な場所とかは見つかるんだけどさ、冒険のヒントみたいのが全くと言っていいぐらい得られてないからな、ここのところ。いや、ここも今来てよかったのかな。まあ、普通に入れてる分に関しては、あれなんだけど、まあいいんだけどさ、いざ入って奥まで行って、ヒントみたいのを、まあ、ヒントつかフラグを立ててないから結局まだここ来ても意味ないぜみたいな、そういう感じになるのが一番困るんだよな。あのライオンみたいなやつあれだな。体正面から見たらライオンっぽいつかキングレオっぽい見た目してるけど、横から見た時の姿は触手まみれの化け物じゃねえかよ完全に。んーで地下、あー外れだ。で、下に行ってみるか、とりあえず。またこれ、3方向くらいに道が分かれてるんだけどさ、まあ、今の、おじさんが下ってる道は左側とそのまま繋がってそうな、そういう雰囲気醸し出してるけれども、右は右って、右の方にするか、多分宝箱があると予想して、右のルートに、チェンジ。いや、そういうわけでもないか。普通に繋がってんのかな、これは。繋がってたっぽいな。ってなると、左側の道の方が気になる。いや、左側も左側でこれ繋がってる感じするな。全部繋がってる臭いから、もうこれこのまま下に行くのが、まあ一番最適解だろう。まあ上のフロアも上のフロアで、全然行けてない部分あるけれども、まあとりあえず、地下に行ける限り、進んでみるか。マジこれ後ろ姿ほんと化け物だよな。触手っていうのもちょっと違う感じするし、何なんだろうね。触手みたいに柔らかそうではないよな。どちらかっつうと木の枝みたいに硬そうな感じするんだよな、あのバズとかいうやつの。あー、でまた上下の分岐、さらに分岐、宝箱。今、久しぶりに HP 警告が出てる。で、ムクリ族の地、地下、あ、迷宮地下の2階。今、これあれか、HP 警告出てたから、この画面で一旦フリーズしたのかな。じゃあ、せっかくだから、この状態で、はい、影を。もう387。なんか、使えば使うほど回復量が増えるみたいな、そういう感じか。まあ、よくわからん謎の仕様で、ここは単純にぐるっと道が回る感じかなと思ったけど、これあれだな、右が外れだったってことかな、一番最初に階段降りた場所。だからこのまま宝箱を取れば正解なんじゃないか。うえ、これ特殊キャラかボス。乱動魚魚か。なんかユニコーンっぽく見えたんだけど、あのメリーゴーランドとかにありそうなユニコーンって感じがするぜ。で、今のはただの雑魚戦だったのか。萌え木の鍵を見つけた。また色のついた鍵を手に入れたけれども、で、一本道だったからとりあえず普通に戻るわ。今のボス戦だったなのかな。そういうわけではないな。今敵が普通に出てきてるから、もう敵が出てこなくなるとかだったらすごい楽だったんだけど、あんまりもうそういうダンジョンなくなってきてるよね。今までは何回かそのダンジョンの奥にいるボス倒せばもうそのダンジョンからは敵出てこないみたいな感じだったけど、普通に敵出てきてるからね、めんどくさいよね。
あーでやっぱりそっか、右側外れだったんだ。ここに来てさ、精神者のレベルがすげー上がってる。んで、とりあえず1階まで戻ってきたけれども、ここの上はさっき探索したよね。だから上は道がなかったはず。だから右の方を探索したいんだけれども、なかなか敵とのエンカウントが激しいせいで探索がね、思うように進まないんよね。んーで、右なんかあんのかなこれ。普通に繋がってるだけか。あー扉あったんだ。あ、はい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 、鍵、あーあったんだ。俺行き止まりになってるもんだと思ったんだけど、まあ要は地下で鍵手に入れてからじゃないとこっち来れないよっていうことだったんだね。趣変わったな今のは。ただの普通の雑魚戦だね。でも似たような感じの入りがさ、あれもたまたまだったのかな。最初にさ、赤白青黒の順番で石板はめた場所あるじゃん。あそこに行った時にもいきなり一歩歩いただけで戦闘になったんだよな。その時に近い感じがあったんだけど、たまたまか。太陽の石を見つけた。重要アイテムっぽい感じするよね。ラーマの鋼とかも意味わかんないアイテムだけど、これ基本的にこのハテナになってるやつ、重要アイテムだと、アイテムだと思うんだよね。まあ何なのかはわかんないけれども、この石を全部集めれば、まあラスボスのところに到達することができるみたいなさ、そういう代物だと思うぜ。なんかさっきまでの地下のダンジョンと比べてすごい単調な感じだな。一部屋のワンルームマンションみたいなさ、まあワンルームしかないようなところに出てきたわけだけど、敵の顔ぶれも特に変わらんよね。まあ基本的に一つのダンジョンで階層ごとによって敵の顔ぶれがすごい極端に変わるみたいの今んとこないからな。で、このアウフレーヌとかいう名前の紫色の鳥ってさ、今まで介護官の敵出てきてなかったよな。うわー、何？何何何？俺フラグ立ててねえからだろ、これ。なんかしなきゃいけなかったんだろうけど、俺はそのフラグを一切立てない状態でここに来ちゃったから、まあ BGM だけ不穏なボス戦みたいなさ、大丈夫か、これ死ぬんじゃないか。まだまだらが死にそう。待て、アイテムの戦闘中使えないんだね、やまびこの鐘とか。もう今更なんだけど、で、マダラに使う。あ、でもこれマダラ死にそうだな。ああ、マダラくたばった。なんかくたばる時のモーション激しいな。で、死んだら死んだで髪の毛の感じもちょっと下手った感じになってるね。なんか久しぶりにパーティーのメンバー死んだな。で、蘇生入れるか。確かおじさんあれだよな、重傷からの回復。MP1000 も使うんだね。あーで、ほぼ HP 全回復の状態で蘇生ができると。で、不穏な BGM だったけど、今はまだ関係ないから、まあ、どっかでフラグを立ててからまた出直してこいよっていうことだと思うんだけどさ。いやーでもどこだろうな、まだ街が全然見つかってないから、フラグの立てようがね、今のところないんだよな。とりあえず、また街を探すためにフィールドマップに一回出るけど、いや、もう普通の雑魚戦がまあまあきつくなってきてるからな。で、上に行きたいんだけれども、すぐまた戦闘になっちゃって。いや、ほんとね、この雑魚戦なんだよな。まあまあみんなダメージ食らってるんだよ。まあ、地味に魔法も魔法で痛いんだよな。80ぐらい全員にダメージ与えてくるからさ、連発で使われたりすると、まあ、魔法のエフェクトもあって、ちょっと時間がね、無駄にかかってる感があるんだよな。まあ、まだ回復、まあ、HP 基本的に1000切り始めたら回復するぐらいの
タンスでいいと思うんだよな。まあそれぐらい、まあ900ぐらいで回復すればさっきみたいに死ぬことはないから、まあ死んだら死んだで蘇生できるけど、蘇生の MP が無駄に高いからな。でこっちは外れ、またちょっと海沿いの道通って岩礁を乗り越えていくか。このゲームあれだよな、多分空飛ぶ乗り物とかさ、船とかないよな。いや船はすでに あってさ、お金払って船で決まったルートをたどるみたいなことはできたけれども、もう自分たちで好きに移動できるようなさ、空飛ぶ乗り物とかってなさそうだよね。さあこっちの大陸は何がある？上はただの外れで、岩礁地帯にさらに右に行って、ああ祠があるけど、これ多分例のあれだろう。あいつがいる、はい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 、こいつがいて、風林滅獣覚えてる。出直すぜ。これ俺もしかしたら一周したか。ああ、バニーの頂上が見えてるってことは多分一周したな。これ最初東の方に行こうとしたけど、東の方行ったらさっきの神殿があるだけで、で西の方に行ったらちっちゃい村があって、もう一個どっかに、もう一個か二個ぐらい村が真ん中あたりにあんのかな。ずっと橋の方ばっか海岸線に沿う感じで探索してたからさ、真ん中あたりのマップがどういう風になってるかわからんのだけれども、まあこっからはちょっとあれか、上下にジグザグに動いていく感じでちょっと探していくかな。まあその前に一回町に、はぐれタウンに戻って一度回復してからだな。もうおじさんもこれ HP 警告出るぐらいの量まで HP が減ってきてるからね。あ、なんかあった。これが例のムクリ族の移動式のやつなんじゃないの。ここはムクリ族のキャンプだ。よそ者は入れるわけにはいかない。強ければ話は別だがな。あ、なにこの青いやつボッコボコにして奥に入るってこと。中に入りたい。お前よそ者だろ。弱虫には用はないぜ。とっとと帰んな。ぶちかましてやろうぜ。このキャンプに入りたいなら勇者だという証明をするんだな。どうだ、やってみるか。はい。いや俺なんで前回のバトルここを探せなかったんだろうな。でシャガン、言ってたな、シャガンには負けたぜみたいなこと。サシでシャガンに挑戦する命らずのバカが現れたぞ。シャガンっていうのはこの青いやつではないのか。ああ、こいつか。マント羽織ってるやつがシャガンか。おじさんと対マンでやるんだ。そんな強くないだろう。はいはいはい。ただの雑魚だった。猛鬼って扱いなのかよこれ。シャガンって猛鬼なんだ。なるほど、お前は強いや。よし、このキャンプの中はどこでも好きなだけ歩き回っていいぜ。はい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 。シャガンに勝つほどの腕前なら俺の次ぐらいに強いな。まあそのうち勝負してやるよ。まあそのうち勝負するって言って、大体こういうのって勝負したいよね。これお前に勝てそうなのは王子のカボス様だけだな。なんかカボスっていうのもいたな、そういえば。なんでこの雑貨屋は、これといって大したものが置いてない。ウグラのコテ。まあ防御力上がるんだったら欲しいわな。氷のワンドって魔法ね。まあ聖剣伝説3の大地のコインとかと同じような感じのやつだな。だからウグラのコテをとりあえず4つ買うか。4個買って、これ1回全員に装備させるか。なんか久しぶりに装飾品っていうのを装備するかもしんない。みんななんだかんだでスペースあるよね。なんていう名前だっけ、今手に入れたの。いやもう全然探せない。これブラフマーの目って、ブラフマーの目も同じ感じのあれね。あ、はいはい、上がるね。で精神者も空いてるから、でウグラ装備させて、他の輩がやっぱちょっと弱いよな。
ってウグラ装備させて全員2万ぐらいあればいいんだけど、マダラにだって1万4000しかないんだもんな。でウグラ装備させて、ハルマーンの靴の効果がよくわかんないんだけどさ、いや武器とかも売ってるんだったら買いたいんだけど、まあ宿屋とかはあるけど、ムクリ族一の勇者は僕だよ、クソガキだな。え、なにこれ、父って書いてるじゃん。おー、初めて来た。これあれかな、武器とかを鍛えるような武具屋作るかい。はいはいはい。あー、折れた剣とか雷神の角、あれみたいだな、クロノトリガーのさ、原始時代で武器開発みたいなのあったじゃん、それに通ずるもんがあるような。イカ土の石とかここで使うんだ。はい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 。シーターの土、折れた土とラーマの鋼、まあ作るか。あ、でも弱いわ。下がるんだったら別に作んなくていいよね。フルンティング、フルスイングみたいな名前のよくわかんないやつ。あ、これ2つ欲しいな。240の剣、これあれだな、バサラに1個装備させた方が強くない？材料が足りないのだ。なんだと。いや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 、俺折れた剣とか雷神の鶴とか持ってなかったか。いや、家で用ができたらまた来てくれ。いや、用ができたらって言うけど手に入らないんだったらどうしようもねえぜ。ムクリ族一の勇者は俺ではないぜ。今王子のカオス様だ。もっと昔にはカジャムという俺とよく似たそれは強い男がいたそうだ。何でも俺の親戚になるらしいが、随分前に反乱を起こして殺されたらしい。ああそうなの。シャガンにかけてもこいつ話しかけたな。お前は、こいつも話しかけたな。これは武器屋かな、純粋な武器屋か。ああそうだな、粗品が出てきてるってことはそういうことでしょう。ああようやくようやくまともな装備品。これあれだな、影王って何装備してんの、なんか随分いいもの装備してんだな。夜叉の剣で26100でしょ。夜叉の剣の方が強いな。140の剣、210の剣だけど、あれなのかな、やっぱ適性みたいのがあんのかね。これで上がるのって影王だけだから、あ、影王じゃない、バサラだけだからさ、多分適性みたいのがあるんじゃないか。まあ、とりあえず夜叉の剣を1個買って、でこいつの鳳凰の剣を変えて夜叉の剣、これで攻撃力上がったね。でこのダイティアの剣っていうのを、てかすごい今更なんだけど、あれだな、影王めっちゃ攻撃力高いね。でダイティアの剣を おじさんに装備をさせて、ナーガの剣からダイティアの剣にチェンジして、あとは武器に関してはいらないか。三つ股の矛、槍が得意なキャラって誰だ、誰だか全然覚えてねえわ。で、あずさ弓、弓はもういらないよね。まあ防具は一応あれか、まあバサラだけ上がるんだったらまあ一個買うか。バサラのクビラの鎧から変えて、あとはルリの兜で終わりか。ルリの兜は全員上がるな、全員分買うか。まあ、4個買って装備、ルリの兜装備で、ルリの兜装備。いや、この画面で、この画面で装備できるのはありがたいんだけどさ、ちょっとやっぱ操作が若干難しいよね、このゲーム。で、これで全員ルリの兜を装備したことになって、まあお金も久しぶりに使ったな。久しぶりに10万円の金額を切っている。最近儲けはよく出るのよね。そうだな。さっき倒した、こいつの名前なんて言ったっけ？こいつも儲けだからな、シャガン。
ここにあれなのかな、この国の王子が住んでるのかな。カオス様は猛鬼退治に出かけたわよ。カジャムが殺された迷宮のあたりがどうも怪しいんだって。迷宮ってあれか、上のあれか、さっき言ったところだよね。ここでフラグ立ててないと結局さっきのその神殿だったり洞窟だったり言っても意味ないよな。族長、困ったの猛鬼は出るし、カジャムの亡霊は出るし、なんじゃお前たちは用はない、さっさと出ていけ。いや、困ってるんだったらちょっとそこどうにかしたいもんなんだけどな。よそ者は出てけとか言われるんだったらどうしようもねえわな。イベントみたいの進まないのかな、これで。ういっせ、何をしたらいいんだ。迷宮って、迷宮ってどっちだ。さっきの洞窟か神殿か、まあ自分の動画見返せばわかるか。で、多分そろそろいい頃合いになってると思うんだけど。おお、何何、イベント始まった。カオス、おや、見かけない男だな、一体何者だ。あ、カオス様、お帰りなさい。ご無事で何よりです。こやつらはなかなかの勇者です。何しろあのシャガンとサシで勝負をして勝ったのです。世の中には強い者がいるもんですな。ほう、シャガンに勝つとは大したもんだ。それで一体何の用で我が無垢族を訪ねてきたのだ。ここに来れば最果ての城の場所が分かると聞いたからだよ。そういうミッションだったっけ。出なきゃでこんな北の果てまで来るもんか。最果ての城教えてやりたいが、それは私の父、つまり無垢族の族長しか知らぬ。さっきの偏屈ジジイのことか。どうだ、私の手助けをしてくれれば父から聞き出してやるぞ。私はこの国の猛鬼を退治しているんだ。いいよ、猛鬼退治くらい簡単だぜ。あー、パーティーからあれか、マダラ外していいか。せっかく武器買ってやったからちょっともったいない感じするけど、マダラでいいや。そっちにも事情がありそうだな。まあまた一緒に旅することがあるかもしれないな。どうせ酒場にいるでしょこいつも。でカオスが仲間になった。まあ大して強くないんだろうけどな、このカオスも。ステータスは？うわー、またなんかあれだな、釣り目だな。釣り目で眉毛が釣り上がってるし、うわー弱えなー。いやー弱いわー。 HP も低いしな。あー、宿泊まってないからあれか、泊まらんきゃだね。で、こいつらはこれといってセリフが変わってるね。カオス様と冒険に行くのか、よくやるね、尊敬しちゃうよ。これカオス仲間にした状態で、カジャマ探しというとあの迷宮に行くのか、なら命は大切にしろよ。何しろあの迷宮はムクリ族のご先祖様が何やら怪しいものを封じ込めたという伝説があるんだからな。これがあれだよね。要はあの石板の場所だから、北にある洞窟のことを言ってんじゃないかな、迷宮っていうのは。んーで、これでこの状態で話しかけたらセリフ変わる。カジャムのことを調べに行ってくれるのか。それはすまぬ、カオスをよろしく頼みましたぞ。急にあれだな、腰が低くなったな。うん、私はカジャムなんぞ怖くないよ、羨ましいね。このガキもセリフ変わる？このガキは相変わらずだな。ってことで、一旦セーブして、今回はこの辺で終えるかな。次やるときは、あの洞窟の中入る、まあ、石板の洞窟のところ入ったあたりからやり始めることにしようかな。つうことで、一回宿屋に泊まって、セーブもして、もうレベル57まで上がってるからな、だいぶ強くなったよね。で一応、あ、58か、今上がったんだな、とさらに。ってことでこの辺で終えようか。次回に続く。